もうフグたまそうだよ。前原くんいるかい？さっそう登場。俺が口先の魔術師、前原健一だ。相変わらず元気だね、君は。元気100倍アンパンマンだぜ。いきなり全部やるね。この前マジで怖すぎて本当にね、何にも喋れなかったから。なんかちょっとあまりのポンコツ具合に変身しててブチ切れたくなったぜ。今回は強力な助っ人をね、呼んでおいたから来てくれ。実は楽しみだな。どうも皆さん、お久しぶりですね。沖ノ宮署の大石クラウドです。誰誰しますよ。もういきなりめちゃくちゃにしないでくれよ、最初から。というわけで、前原圭一君と大石さんと一緒にやっていくよ。確か前回があれだったよね、あの電話を取れなくて青鬼に食われて終わったとこだよね。ああそうだったな。今回はだから運命なんて金魚すくいの網のように軽くぶっちゃぶってやる。ここか。で、何回かあれだよね、電話を止めに行くんだよね。そうだな。これはまたあれか、大石さんからの電話か。ちょっとあまりにも間取りが広いようなので今前原さんに電話してます。あ、これだ。いや、シオンからの電話か。うわっ、うわ、今のは何ですか。あれがお社様だと思います。まだ姿は見えないですね。あ、なんだ、来た。ん、なのだ。真後ろだな。来てる。ここからちょっと逃げなきゃいけないんじゃないか。なんか歩いてきてます、ね、あ、バレた。え、まずい。来た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 と、お社様の足音が。あ、いけない。まずい。落ち着いてください。うわ、近い。近い近い近いよ。あ、やばいやばい。私が行きます。落ち着いてください。喉が、足と喉が。これどうすればいいの、これ。やけ、やー、ここ待った、ここ待った。怖いよこれ。ま、前原くんどこ行けばいいんだこれ。もうスタミナ切れちゃうよ。おいさん、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 あなたが泣き方に夢を見ていたんです。だんだ今の学ばないね、相変わらず。記憶が引き継がれてるってことは覚醒した後の圭一だと思うんだけど。これはまた広い部屋ですね。広いな、なんだこれ。ライト手に入れたよ。懐中電灯拾って、あ、F でライトがつくよ。電話が鳴らないのはどういう余計だ。一応あそこまではクリアしてるってことなのかな。そんな都合のいい話あるかな。いないね。あ、行こう。これ青とか青とか、これ。青鬼だけにな。おもんないよ、おもんないよ、もう。さすがの私も反応できないです、ね。ロッカー、なんかパスコードが必要なんじゃないか。そうだね、パスコード必要だね、これね。あれ、さっきなんかつけんとこ書いてなかったっけ。なんかでも、あれ全然1234とかだったぞ。え、本当かい。やっぱこれじゃないかい。これだな。え、5の1ってなんだ。5年1組ファンケルって書いてある。ファンケル、ファンケルじゃねえ、これなんだ。フォーケル。あ、また時計、10時59分。同じようなギミックを2回もやってくるかな。一応まあ覚えとこう、10時59分だよ。あ、いた。え？今日は楽しかった、広いお部屋でお片付けどんどん消えてなくなる。あ、あ、え、部屋の間取りが変わってますね。このジャブを後半どこで。間取りがおかしい。ん、六方全書みたいな、広辞苑みたいな、
これ絶対触ったら来るじゃん、これ。お、これあの初期の青鬼の図書室みたいなところじゃないのか、これ。あったな。あ、例の部屋です。例の部屋だよ、これ。これ。え、この本どっかに持ってくんだよね、きっと。これ、このマーク。あ、これ。南沢大災害の時の。嫌な事件でしたね。なんか、待って、星が書いてあったぞ、今。星？マーク、マークが書いてます。あ、ほんとだ。こっち星。ここじゃないか、もしかして。あ、これだ。これ、本にも同じマークが書いてあるんじゃないですか。回せないのかな、それ。置いて、調べて。不器用だな。下手くそか、お前は。あ、ついてる。合ってる。じゃあ、ここに入れればいいのかい？そういうことだな。とりあえず、他にもあるんですかね、こういうのが。あるかもしれないよな。あ、無限か。無限だね。絶対出てくると思ったよ、今。どこかに本があるかもしれない。やってみよう。いや、溺れちゃうって、それやったら。人のネタだし。お、来た。いや、来た。いや、怖い。あ、来てる。足音が。いや、今正面にいた、正面にいた。いや、余裕だろ。ほら、これあれだよ、図書館と一緒だから。あそこぐるぐるしてれば負けるやつじゃないか。本当かい？こっち見た。めっちゃ見てるよ。こっち見てますよ。あ、いなくなったよ、いなくなった。今生きるんじゃないか、これ。あ、見られた。なんか全然追っかけてこない。追っかけてこないね。なんだあいつ。来た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 。逃げてください。なんでこんな時ねっとりしてんだよ、そんなに。よし、大丈夫だ、多分これ大丈夫。本当ですか？早くなったな。判断が、あ、これはもうやってもらうしかないね。判断が早い。これ後ろからついていけば大丈夫なんじゃないですかね。確かに。逆にこれで振り返ったらもう怖い。やばいね。あ、いける。いける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 。メタルギアソリッドやってる気分だよ、これ。なあ、再グデに入った時よりも緊張するぜ。本当だよ。うわっ、まずい。こいつ最短ルートで来んのか。やばい、やったか。おいさん、おいさん、早く車で向かい。おいさんはもう何もやってないよ、今。何にもやってないよ。あれ、どこに俺部屋。あれ、部屋な、部屋なくないか、部屋。前原君の部屋ないな。クールになれ、前原君。いや、もう呼んでんだよ、今。もう呼んでんだよ。ちなみにそこ右に。あ、こっちだ。あ、たたたたた。今なんかもう電話ボックスの中で俺めちゃくちゃ組み替えてるから、早く向こう車迎えに来た。あー、入れるかな、それ。うわー。先に言うと楽しかったぜ。めちゃめちゃ汗かいたよ、今ので。僕が走ってるわけじゃないのにすげえ汗かいたよ。いけますね。あ、今いけるね。よし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 。お、お、またなんだこれ。先生がお花持ってきてくれた瓶に入れて並べる。赤は好き、私と違うから。何を言っているんですか。それはそう、また部屋が変わってるよ。赤は好きだから、あ、赤の方に、赤の方に行けばいいのかな。一番手前黄色だぞ。でも奥赤だよ。鉄格子。いやですね、鉄格子。外崎家の地下室を思い出すな。まだ鬼はいないよね。いないですね。ミオンの心の中にもまだ鬼は宿ってなかったぞ。黄色の花と赤の花がなんか関係あんのかな。奈落の花って。奈落の花。なんで
なんで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 だい逃げ場のうわぁえ、これ怖怖いよ、これどこに逃げればいいってんだなんか、赤坂とか連れてきたおじさん赤坂赤坂さん赤坂間に合うかいや、これ怖あ、大丈夫じゃないうっせこのロッカーの間取りなんかおかしいなどこが変なんですかこのロッカー無理やり力士は入れないっすねこれ赤の花の花瓶を調べてみたらどうだなんか触れないかなあ、触れるんこれ、あれだな俺のオットセイさんを触った時の音だいや、チンってこんななんのかい、君のこんなカチカチなんですかダハハダハハじゃないよなんか本数違くない刺さってる本数の数が違うような気がするぜ4だね俺が4輪1輪もしかしてこの1から順番に調べるということですか1,2,3,4で鳴らしていくってことかえ悪くないですか花瓶は4つそして刺されてる本数は1つずつ増えていくなるほどつまり暗証番号の1桁目、2桁目、3桁目、4桁目が連動してるそれとなった数が一緒なんだつまりどういうことだわかるかな1は1 1は1 4は桁だから1、1桁目は1かそうだな4も1 1と1で挟まれたらつまり真ん中2つも1だろしなわけないだろ、オセロかそれもう全部1でいいんじゃないですか適当すぎんだろそれナナミみたいなセリフだったらもう全部1でいいんだすげえなじゃあ2鳴らすよ3、3鳴ったねで3はあ131113月11日ってなんだよそれ13月11日どういうことだよ俺たちは百鬼夜行を行ういや君やってないよ百鬼夜行は思う存分呪い合おうと違うなんで全部一人でやっちゃうんだよあ、開いたよ開いたな明かりをつけて暗いのは嫌い私を探してついに探しに行くのか。お、